去年日本に留学した時面白いことや変なことがたくさんありました例えば食品サンプルやまだファックスを使っていることなどですですが今日はちょっと真面目なことについて話したいと思います男女不平等についてですニュージーランドはまだ完璧ではありません主婦は女性の方が男性より多く賃金格差も大きいです それでも日本の格差はもっと大きかったのです留学する前に日本では目上の人の尊敬をとっても大切にすることをしてましたがそれは先輩と後輩のことだけと思っていたんです男の人が働いて女の人が家事や育児をすることは本当に昔のようだと思いましたですが今女の人も働いてますよ それでもまだほとんどの女性が家事や育児をしています。これはホーストファミリーから学びました。50代のホーストマザーとホーストファーザーと広島県で暮らしました。彼らは同じ時間働いていましたが、ホーストマザーが掃除や料理をしていました。ホーストファーザーにも他のおじさんたちにもどんな家事をしますかと聞いたとき、 よく「もう選択しとるじゃん」と言ったんです不平等の感じがしましたホーストファーザーはそう言ったのに多分ホーストマーズの半分しかしませんでした料理についてもカレーしか作れませんでした男女不平等は社会でもはっきりと分かりますニュージーランドの男女の賃金格差は8.6%です 2023年の年間平均給与は男性が10万3700ドル女性が9万4500ドルでした日本の格差は21.3%です21.3%ですよ管理職に女性がいるのはわずか11%政府の場合もっと少ないですどう考えても不平等でしょう 昔はどこでもこの男女不平等がありましたがなぜ日本の格差はまだ大きいのでしょうこれは私の考えですが世界中が自由に行き来できるようになった頃から英語圏で暮らす人々が一緒にだんだん同等になり始めました男女差別だけでなくいろいろな差別がなくなってきたのです SNS からの情報も関係あるでしょう 英語圏のネットワークで平等という考え方がさらに広まりました日本は言葉の壁があるため少し遅れを取ったと思います私の家族は母が働いていて父が主婦です今までずっとこれは普通だと思っていました私は母から女性は何でもできると教えられました母は今大学の助教授をしています いろいろな研究で何冊かの本を出版しました。4人の子供がいるのに仕事と家族を両立できています。母のお金で私たち6人全夜しないで家を買って私を留学に行かせてくれました。私の両親はお互いの関係に満足しています。しかしホーストマザーはホーストファーザーにもっと家事をしてほしいと言っていました。 夫婦で仕事と家事を半分ずつ分けながら満足する関係を作ることがとっても大切だと思います。古い考えを捨ててお互いがこのバランスを見つけることができれば子どもは両親の関係を当たり前のものとしてみるので将来自分もこのような関係を作ろうと努力するのではないでしょうか。いつか日本ももっと同等になれたらいいです。こののような未来のために あなたは何ができると思いますか